この記事をまとめると日本市場で人気があまり出ずに販売終了するモデルが存在するでも海外で継続販売される車種も少かなからずある地域ごとボディサイズ別に人気の車を紹介している日本では人気がなくとも海外で売れれば問題なし点々とっても良い車なのに日本では需要が限定的で販売台数が伸びず 結果的に販売が終了するモデルが様々ある。そうした中には、実は海外ではとても人気で販売が継続している。または過去に販売が継続していたというモデルが存在する。その代表的な例は、セダンだ。周知の通り、日本では2000年代以降、登録者ではセダンやクーペからミニバンへのシフトが加速してきた。 また、乗用車市場全体では、軽自動車シェアが約4割に達するという市場の図式になっている。こうした状況を、セダン離れと呼ぶことがある。ところが、海外ではセダン需要は未だに根強く、アメリカ、中国、東南アジアで日系セダンは定番商品として人気を誇る。例えば、アメリカ市場では、 CD セグメントセダンが長きにわたり市場の中核を占めてきた。C セグメントはアメリカを含めたグローバル市場でのコンパクトカーを指し、ここにカローラとシビックが属する。それぞれ年間20から30万台も売れる大人で商品として定着しているのだ。C セグメントより一回り大きいのが D セグメント。 ここでの定番商品といえば、カムリとアコードだ。また、アメリカでは2010年代からスバル人気が急上昇したという経緯があり、その主役は SUV やクロスオーバーだが、D セグメントのレガシーや C セグメントのインプレッサ、セダンについても、スバルブランドに対するユーザーのロイヤリティ、中精神、 が高く販売も安定している。販売地域によって人気を集める日本車に違いが出ている。近年、こうした CD セグメントセダンから、コンパクト SUV へのシフトも進んでいる。コンパクトといっても、モデルとしては、ラブ4や CR、V など、日本市場ではかなり大柄に感じる SUV を指す。ラブ4については、 日本市場で一時販売を控えた時期があったが、現行モデルはアメリカで先行発売された後、日本でも復活して人気を得ている。一方で、CR、V はアメリカ市場優先という商品企画のため、日本のユーザーにとっては CR、V のアメリカでの活躍は想像できないかもしれない。また 名称が変わってアメリカで人気を博したのが日産スカイラインだ。2000年代にインフィニティ G35-37 というプレミアムカーとして大活躍。ライバルは BMW3 シリーズだった。その他、東南アジアに目を移すと、三菱ミラージュ部が根強い人気モデルだ。日本市場向けに一時、 大生産で輸入されたが、商品性として東南アジア優先の色合いが強かったため、日本での販売は終了したことが記憶に新しい。このように、ところ変わればユーザーの車に対する見方は、大きく変わる事例はいろいろある。